千秋さん風モノマネメイクを始めます。まずはベースを作ります。エチセの BB クリームです。全体的に伸ばしていきます。そして全体的に伸ばしたらこのようにパフでなじませていきます。そしたら続いては24時間コスメのコンシーラーです。こちらは2色入りなんですけれど、この2色を混ぜながら気になるシミやくすみの部分に叩き込んでいきます。このように指の腹を使ってちょっと力を入れてポンポンポンと叩き込んでいきます。目元の部分にはちょっと明るめのコンシーラーをのせて、アイシャドウが生きるように綺麗なベースを作っていきます。続いてまたこのパフで全体的になじませていきます。はい、で最後にお粉をはたく代わりにこちらの24時間コスメの固形のファンデーションをフェイスパウダーとして使っていきます。このようにはたいていきます。これでベースメイクの完成です。続いては眉毛なんですけれど、栗山千秋さんといえばパッツンの前髪がすごくイメージにあるので、今回眉毛は自分の形に整えていきます。使うのはこちらのスキンフードのアイブロウペンシルです。続いてはアイシャドウを使っていきます。こちらのルナソルのアイシャドウを使っていきます。色はこのようなホワイトになっています。目頭にくの字に入れるのみにします。そしてこのアイシャドウをちょっと手に取ってまぶた全体にポンポン叩いてちょっとツヤを出していきます。これでアイシャドウの完成です。続いてはアイラインを描いていきます。このアイラインがすごく栗山千明さん風モノマネメイクのポイントです。 K パレットのブラックのリキッドのアイライナーです。まずはこの上のアイラインを引いていきます。もう目頭寄りから、目の形に沿ってこのまま切れ長にまっすぐとラインを長めに引いていきます。本当に目頭の部分からでスタートして大丈夫です。このように切れ長に長めに引きました。目頭の粘膜の部分にくの字でアイラインを引いていきます。この時にすごく先端で細く入れるのがポイントです。このようにくの字で引いてちょっとだけ伸ばしていきます。そして続いては下ラインなんですけど、下のこの黒目のここの部分を囲む感じでここでくの字を引いてちょっとだけ間隔を空けてこの黒目の下ですね、この下をこのように今引きました。またちょっとだけ 1,2 ミリだけ間隔を空けてラインを引くんですけれど、今引いたところはまつげの生え際を無視して目が大きく見えるようにちょっと下側にまっすぐ引きました。目が大きく見える効果が出てきます。これでアイラインの完成です。ビューラーでまつげを上げていきます。上げる時のポイントは根元からしっかりグッと上げたらここでコーム上まつげを溶かします。最後にキュッキュッキュッと手をこのように上にしながら上げていきます。で下のまつげも下げていきます。こうやってつけたらほっぺの下をちょっとキュッと下に下げます。挟んだらまたキュッキュッと下に下げていきます。そうすると綺麗にビューラーを当てることができます。そして、マスカラをつけます。マジョリカマジョルカのマスカラです。これはこのようにコーム型になっているのですごくダマにもならずに綺麗につけることができます。栗山千秋さんの場合はボリュームタイプよりロングタイプの方がおすすめです。下から持ち上げるように丁寧に塗っていきます。そして下のまつげにも塗っていきます。これで、アイメイクの完成です。こちらですね、さっき目にも使ったアイシャドウなんですけど、このホワイト色をちょっとブラシに取ってこの鼻筋に入れていきます。頬の上にも使っていきます。そうすると立体的な栗山千秋さんの顔に近づけます。こちらドードの、アイブロウパウダーなんですけど、一番明るい色ですね、それをこの鼻筋に入れていきます。この眉毛の下ですね、このように入れて、あとはパフで軽く叩いてなじませます。そしてチークを塗っていきます。チークはこのケセランパサラのオレンジ色を使っていきます。このオレンジ色のチーク、ここの頬骨の一番上ですね、このように下に下げて三角形にのせていきます。はい、そして最後にこちらブリジットのベージュオレンジっぽい色ですね、このグロスを塗っていきます。結構自分の唇の輪郭よりも踏み出るぐらいの気持ちでたっぷりと塗っていきます。
上唇にもたっぷり塗っていきます。これで栗山千明さん風モノマネメイクの完成です。ボリュームよりもロングタイプのマスカラを使おう。カラーコンタクト洋服やあと似合う似合わうーんモニター越しものまで